山本隆夫は、日本のテレビプロデューサー。テレビ朝日役員待遇総合編成曲制作一部、エグゼクティブプロデューサーで、バラエティ、音楽制作プロデューサー、事業局イベント事業部も兼務する。京都府生まれ、六甲中学校、高等学校、一橋大学法学部卒業後、1982年に、テレビ朝日入社。同期には、 アナウンサーの森下慶吉、朝岡里佐古文雄がいる。同局の看板的番組である、音楽番組、ミュージックステーションのディレクターを番組初期の頃から担当し、現在に至っている。一時期にプロデューサーを離れていたことがあるが、現在は、チーフプロデューサー、2013年10月からは、エグゼクティブプロデューサーとなっている。 同局では主に音楽番組を担当している。また、2010年からはタモリが司会を務めている深夜、バラエティ番組、タモリクラブのプロデューサーも務めることになった。2007年6月27日までは、編成制作局制作一部長を担当。後任は、平成隆が就任。2012年頃からは、編成制作局次長の兼務を説かれる。 2016年6月からは、総合編成局に解消した。2018年7月1日より年職。他、ジャスラック寄付講座音楽、文化産業論に、山本隆夫先生。立命館大学。2014年9月3日閲ずらん。AB 現在はフリー。ありがとうございます。